今日は住宅ローンのスペシャリストに聞くのパート2です。住宅ローンテック会社ピエール小井田さんに質問です。本当のところ住宅ローンアフターコロナですねはどうなのか、審査に落ちたらどうしたらいいのか、借りる前に備えていくことってあるのか、あとローンが支払えなくなったらどうするのかみたいなことをスペシャリストに聞いといて、これからローンを借りる方は特に聞いておくと備えができるかなと思います。小井田さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは始めていきますね。ピエール小井田さんに質問です。まあメニューですね、会社紹介と自己紹介、コロナの後の住宅ローンは審査に落ちた場合の対処法、住宅ローンを借りる前にすること、ローンを支払えなくなったらっていう対処法ですね。で、最後はピエール段取りさんですねの世界観をしっかり聞いてみたいなと思うので、その部分聞いてみます。じゃあまずは自己紹介ですね。会社の紹介と自己紹介を簡単にお願いいたします。ピエール株式会社の小井田と申します。よろしくお願いします。私はですね、フラット35という、商品が、住宅の商品がありますけれども、それでシェアナンバーワンを10年間取っているある日株式会社というところで、約10年近くですね、社員として働いておりまして、住宅ローンの専業ですので、専業の会社なので、もう住宅ローンだけをもう10年近くずっとやってたと。で、営業といいますか、住宅ローン事業者に対しての、住宅ローンの、斡旋というか紹介っていうのをメインに、あとはその広くマーケティングで、住宅ローンどうやって売っていくかとかですね、あとは新商品どうやって作ったりとか、それを販売したりとか、そういったちょっと営業職の強い、業務がメインに、やっておりました。じゃあもろに表の人なんですね、そうですね、それは参考になると思います。で、ちょうど4年ほど前にですね、前職のそのある日を退職しまして、この、イエール株式会社というのを、立ち上げて、3人立ち上げメンバーいるんですけども、その一人として創業いたしまして、住宅ローンテックという、領域を、自分たちで掲げてですね、住宅ローンにテクノロジーを加えて、よりお客様に最適な住宅ローンを借りていただきたいということを目指してですね、いろんな事業を展開しております。わかりました、ありがとうございます。じゃあ早速質問ですね。コロナの後、これからどういうふうになっていくのか、住宅ローンっていうのは借りやすくなるのか借りにくくなるかとか、金利とかちょっと教えてほしいんですよね。現状ですね、コロナの影響が出始めてまだ2ヶ月ぐらいということもありますので、貸し手である金融機関、住宅ローンを貸す側の金融機関側の状況としては、思考停止というのが多分ですよね、まだ分かんない状態ですね。率直に、言うとそうな状況かなと思ってまして、とはいえやはりその失業者が増えたりとか、給与が減っていくお客様っていうのは当然いらっしゃるので、今借りてるお客様に対してどうしていくかと、今後住宅ローン借りたいお客様に対してどうしていくかっていうのが、その貸し手の金融機関側のスタンスとして、どういう方向で動いていくのかっていうのは求められているのかなと。どっちかっていうと小井田さんの考えだと、今後借りやすくなる、借りにくくなる。そうですね、一概には言えないですけど、両方ありるかなと思ってますのが、貸し倒れが増える可能性がありますよね。そうですね、その時銀行っていうのは貸し渋っちゃうんですかね。銀行のこのビジネスモデルの話なんですけれども、預金を預かりして運用するというのが、銀行のビジネスモデルですけれども、じゃあその運用先をどこにするかなんですね、銀行からしたら。それが法人さんにお金を貸して、利息で稼ぐのか、住宅ローン貸して利息で稼ぐのかって、そういう選択肢になってきますけど、住宅ローンっていうのは銀行からしてみたら、すごくリスクが低い、安定して収益を見込める貸し出し先なんですね。法人融資で中小企業の不安定な企業さんに貸すよりは、一般的な住宅購入の方々にお貸しした方が銀行さんとしてはリスクが低いということで、ある一定のボリュームは確保しておきたいっていうのが思いとしてあるんですね。なので今のこの状況で中小企業さんに貸し出しが渋くなってきたときに、その預金の運用先を住宅ローンにしていきたいっていう思いは働きそうだなと
いう一方で、当然お金を貸すわけなので、うん、返してもらわないと困りますという、うん、その、まあ、ジレンマというか、うん、貸したいけど、うん、返せなくなってしまうのも困ると。うん、まあ、そのせめぎ合いの中で、まあ、審査をどう、基準として設けていくのかっていうのが、うん、これからまさに対策が打たれていくんじゃないかなと思っています。まあ、逆に業種によっても違うとは思うんですけども、多分2020年の収入がガタ落ちしちゃう人がいると思うんですよね。はい。そういう場合も、でもその前に借りちゃった方がいいとかって思うのか、うん、正直に生きた方がいいっていうか、その収入が落ちた状態で借りた方が安心ですね、そういえばね。そのままね。うん、そうですね。うん、まあ、私が個人的によく言うのは、うん、どうせ家を買う意思決定をもうするのであれば、早く借りた方がいいかなというのが、やっぱり先延ばしにすればするほど、いろんな不確実性が増えるので、うん、少なくとも今買うという判断は、今この状況、想像できる状態の中で判断できるので、そうですね、はい、まあ、コロナみたいな話がまた今後起きかねない、起きると、もう可能性もありますし。うん、そうですね、はい、逆に小枝さんとしては変動金利派ですか、固定金利派ですか。あ、これはもうよく聞かれる質問ですけど、はい、そこだけを切り取ると私は、うん、変動でいいかなと、やっぱり変動ですか、思ってるんですけど、うん、一つ条件を加えるとしたら、うん、公務員さんかそれ以外かですね。あ、 なぜかというと、うん、もう首切られませんと絶対に雇用が守られると、はい、そうですね、国が滅びない限り雇用が守られる方か、うんうん、その企業か、うん、まあ、トヨタでも一緒ですね、トヨタさんでも働いててもこれは企業なので、うんうん、まあ、最悪首を切られるリスクは当然ある中で、うんうん、公務員さんであれば、固定でいいんじゃないかなと思ってます、うん、そうじゃない方は変動金利で、うん、なるべく早く返す、なるほど、繰り上げ返済をして、はい、要は長期の収入が確保されてないのであれば、うん、なるべく早く返して、はい、金利上昇の期間を短くするってことです、ね、なるほどなるほど、はい、私とでもやっぱ考え方同じかな。ああ、そうですかよかった、はい、はい、じゃあ続いての質問ですね、はい、まあ、これは審査に落ちた場合ですね。これよくあるんですけれども、審査に落ちちゃったって言って結局不動産買えなかったっていう人いるんですけれども、はい、結局その審査結果ってそのなぜ落ちたっていうのも伝わらなくて、はい、どうしたらいいのってなっちゃうんですよ、うん、なんかこう調べる方法とかありますかね。そうですね、まあ、よくあるケースとしてはやっぱり、うん、クレジットカードの返済履歴でしたり、うん、まあ、ショッピングとかリボとかも同じなんですけど、うん、そういったものの、借り返済状況というのは全部情報としてデータが取られてるんですね、うん、で住宅ローンの審査っていうのは必ずそこにそのデータベースに照会をかけるようになってまして、うん、住宅ローンのお申し込みにですね、個人情報に関する同意書っていうのは必ずどの金融機関さんも書かないといけないんですけれども、うん、そちらに、信用情報機関に照会をかけますと、うん、いうのが明確に書かれてるんですね、うん、で、まあ、よく落ちるケースはそういったそのクレジットカードの返済履歴とかで少し延滞とか、一時的な遅れ、返済の遅れがあって、うん、情報に載ってしまっている、要はいわゆるブラックリスト人っていうことですね、はい、そうですね、うん、それは事前に調べることはできるんですか。あ、そうですね、情報、その信用情報機関っていうのが、うん、まあ、3つほどあるので、はい、そちらにお客様、はい、自身が、うん、まあ、少しお金かかりますけど、うん、費用をお支払いして、情報を取得することはできます。なるほどなるほど、はい、それは何社ぐらいあるんですか、信用、まあ、3社ですね。3社ですか。じゃあ、はい、それぞれ違う場合もあるんですか。そうですね、一部違う場合がありますけども。はい、銀行はそれ全部見るんですか。全部見ます。あ、全部見るんだ。はい、だから どっか一つのでもあるとこれは難しいよみたいな感じなんですね、はい。そうですね、もう少し細かいお話をすると、はい、延滞履歴だったりその返済 の、はい、情報というのは何パターンかありまして、うん、例えば10日遅れちゃった、うん、1ヶ月遅れちゃった、はい、まだ返済できてないとかっていうパターンがありまして、はい、一番ひどいのはやはりまだ返せてない、はい、例えば2ヶ月前に引き落としがかかるものが、うん、まだ支払いが完了してないもの、はい、
これが一番ひどい状態なんですけど、うん、まあ、こういうのがまさしくブラックリストにと言われるケースですね、うん、一時的な返済の遅れ、まあ、10日ぐらい遅れちゃって、うん、もう返済できてるっていうのは、まあ、小規模、まあ、軽微な、遅れなのでそこまで大きな影響はないんですけれども、私の経験だとすごい真面目な人で、はい、この人絶対大丈夫だって思って出したら、はい、ブラックリストに入ってたんですよ。真面目な人が最初に確かめるっていうのは、例えばクレジットカードに申し込んでダメだったら載ってますよね。あ、そうですね、クレジットカード作れないっていうのはかなりそれが調べる方法ですよね、はい、手っ取り早い。そうですね、ダメですみたいに来たらね。ただ難しいのはお客さんはよく、私ももう何千件とご相談を受けたまってきましたけど、はい、やっぱりまさか私が住宅ローン借りれないなんて思わないんですよね、うん、なので当然そういった情報機関があることもわからないというか調べないですし、調べるつもりも全くない、うん、でいざ申し込んだらえってなっちゃうっていうのが。そうですよね、真っ白になっちゃいますね。はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあ次の質問ですね。なので住宅ローンを借りる前にどう対策を取っとくかっていうか、なんか変なこと書いちゃうと借りづらくなっちゃうって人もいるなって私は正直思ってて、そこら辺の整理をしていくっていうところ、はい、何かありますかね。審査上やっぱり大きなポイントとなるのは先ほどの話の通り、はい、まあ、借り入れと言われる、はい、クレジットカードの、使用歴でしたり、うん、まあ、何かその、まあ、カードローンとかそういったものをなるべく少なくしておくそうですね、はい、それは大事ですね。もう今借り入れあるものをできるだけ返してしまう、はいはい、でもう一つはこれもよく言われるんですけれども、3000万で家を建てられるケースで3000万借りる、うん、方よりも、うん、3000万の家を建てられる方で、うん、2500万借りる方の方が当然審査はぐっと緩くなるというか承認が出やすくなるので、うんうん、要は自己資金をこの家を買うに、うん、建てるにあたってどこまで用意できるかっていうのは非常に大きなポイントになってきますの で、フラット35だと1割超えると金利がすごい安くなりますもんね。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問です。ローン支払えなくなったら、もう今借りちゃってる人の話なんですけどね、はい、これからこのコロナの後ずいぶん収入が落ちて結局もう払えなくなってきちゃったっていう時で、来月もうローンの金額を支払えないってなった時にどうしたらいいですかね。そうですね、多くの金融機関さんは、もう情報発信をされているケースが多くてですね、はい、ホームページとかでどうしても支払いに困った方についてはまずは窓口にご相談くださいと、うん、いうことで借りられている銀行さんの支店があると思いますので、うん、まあ、そちらにまずはお問い合わせいただいて、うん、まあ、何かしら対処をしてくれる可能性もあるでしょうし、うん、という発表がされています。あれって何ヶ月滞納するともう一括返済迫られるものなんですか、大体。そうですね、まあ、6ヶ月とかって言われてますけど、基準としては。でも、もう支払えなくなる前に相談に行った方がいいってことですよね。あ、おっしゃる通りですね、はい、それが大事だと思うんですよね、きっとね、はい、でその時にちょっと待ってくれる場合もあるし、はい、まあ、こういう事態だから、ね、逆に一括返済してもなかなかね担保価値が取れるかどうか分かんないからって言って、はい、おっしゃる通りです、ちゃんと返してくれた方がいいよってなると思うんですよね、はいはい、そうですね、正直に難しいんです、でも6ヶ月後にはなんとかなりそうですとかって言った方がいいですよ、うん、そうですね、はい、分かりました。場合によっては利息だけじゃあ払ってくれればいいですとか、そうですよね、はい、ケースもあるかと思いますので、うん、はい、そういう時って後々優遇金利変動の場合は、はいはい、を切られちゃうとかっていう時もあるんですかね。そうですね、さすがにちょっとそこまでは聞いたことはないですけれども、優遇金利っていうのがちょっと怖そうですよね。そうですね、店頭金利はずっと変わらないじゃないですか、はい、で優遇金利ですごい変動金利って安く見せてる感じがするんですけど、はい、あれが変動されちゃったら嫌だなって思ってね。そうですね、あれもよくあるのが、うん、10年間は最優遇ですけどその後は優遇幅下がりますとか、ああ。そういうところも、それは事前に分かってますもんね、はい、あ、まあそうですね、はい、分かってなくてそれはしないか、さすがに、さすがにそうですね、銀行さんも信用商売なのでないと思う、はい、ありがとうございます、はい、最後ですね、イエル段取りさん、まあ、なかなか一般の方は名前知らないと思うんですけども、
世界観とかしっかりちょっと伝えてもらえますか。はい、イエル段取りというのはですね、お客様に対して、最適な住宅ローンを選んでほしいという思いから、作ったサービスなんですけれども、やっぱり今の現状のですね、住宅ローンの選び方がどうなってるかっていう話なんですが、お客様は初めての住宅を購入される方がほとんどだと思いますので、こんな家にしたいっていうのは、一番時間をかけて考えられるところかなと思うんですけど、実際住宅ローンの話までそこまで時間をかけてですね、検討されているケースってやっぱり少ないですね。で、じゃあ実際住宅ローン選びどうなってるかっていうと、その住宅購入される会社様からご紹介される、住宅ローンの中から選んでるっていうのが実態でして、大体今 2,3 校の銀行さんからの商品をご案内されているケースがあります。当然その 2,3 校の中で非常にいい商品も当然ありますから、その中で選んでいただいてもいいわけなんですけども、やっぱり金融機関さんでの数でいうと、全国で数百ありますと。で、その中にもかなり条件のいい銀行さんもありますので、その中からなるべくお客様の最適なローンを選んだ上で借りていただきたいっていうのが思いとしてありまして、やっぱ住宅ローンの選び方で失敗するとですね、金利 0.3 とか 0.4 ぐらい違うだけでですね、トータルで数百万損する可能性もありますと、金利だけで言うとですね、それ以外にも保証の内容でしたり、これも結構金融機関さんによって違ったりもしますので、あれ本当に分かりづらいですよね、保証。そうですね、はい、入ってる場合もあるし入ってない場合もある。そうなんですよね、なのでそういったいろんなその情報の中から、しっかり選んでいただきたいっていう思いからですね、どうしたら我々としてはお客様に住宅ローンを最適に選んでいただけるのかっていうことで、その住宅の販売に携わっている、事業者様と協力して、お客様に最適な住宅ローンを選んでいただけるような、道筋を作っていきたいというのが、この EL 段取りというサービスでございます。いつも赤羽さんには言ってるんですけど、素晴らしいサービスで、ありがとうございます、なので、この動画の概要欄にお問い合わせフォームというのを作りました。で、赤羽さんとかが見てもらえて相談ができると。で、私は第一の窓口がイエールさんであってもいいのかなと思ってるんです、そういうやり方もあるかなと思うので、そういうフォームを作りましたので、ありがとうございます。ちょっとお問い合わせしてください。すぐに家買ってくれって、逆に言われないから安心だと思う、ね、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、じゃあまたよろしくお願いいたします、ありがとうございます。失礼いたします。